オウムガンオウム石は、その石に向かって声や音を発すると、オウムのようにその声や音の真似をするとされる石である。その原理は、山彦に似る。日本の各地に、オウム石やその類と伝えられる石があるが、有名なのは、三重県島市磯部町江里原にあるオウムガンで、霊元天皇の英来に供したという。オウムガン展望台オウムガンは、三重県島市にある祈岩である。 オウムの漢字が難しいので、一般に、オウムがと表記される。伊勢島国立公園に属する。明治には、正松宮秋人親王、大正には、国宮国飛行、昭和には、東国宮都市飛行が訪れている。幅127メートル、高さ31メートルの一枚岩で、語り場で声を発したり、備え付けの標識を打つと、 約50メートル離れた、危機場にいる人にはあたかも岩から音が発されているように聞こえる。地質学的には、秩父草軍のチャートでできている。また、岩のある和光山の南には、仏像構造船が通っていると推定されている。岩の北には、広野谷と呼ばれる場所があり、サンゴや、草稿虫、ニマイガイといった、中世代ジュラキの化石が発見されている。 三重県島市磯部町襟原にある。三重交通バス、襟原バス停より徒歩約20分。岩の頂上には展望台が設けられ、磯部町の田園風景が楽しめる。岩の付近には国民宿舎伊勢島路地があった。道路地は磯部町営として1965年12月28日に開業し、1986年4月1日に民営化。 2010年に廃業となった。的屋湾を望む鉄筋コンクリート構造3階建ての宿舎で冷暖房完備であった。部屋数は21室、100人収容可能であった。ありがとうございます。